腹ペコアザラシと申します。信長の野望申請 PK、 難易度は超級、シナリオは尾張統一、選択大名は武田。第23回を始めさせていただきます。前回は盟友の織田家を守るべく長尾景虎との戦闘に突入したところで終了となりました。それでは今回どのように進んでいくのか、お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。これで合戦か。よし、8部隊15部隊やっていきましょう。しかも相手8万3000、やばいぐらい兵力いますね。やっていきましょう。さあ、この不利な戦い、しかもこの2人の宿命の対決、果たしてどっちが勝つんでしょうか。やっていきましょう。いやー、敵の部隊もでかいですね。戦力互角じゃないでしょう。向こうの方が3万も多いよ。敵方の長尾景虎といえば猛将で有名、生半可の部隊ではひとひねりにされましょう。いや、本当だよな。信玄ぐらいしかぶち当たれないぞ。ただうちも騎馬レベルが12の部隊と、一番低い部隊が信玄の部隊で9か、騎馬レベル。あとは12とかね、10、ほとんどが12ですね。これなら騎馬突撃繰り出せばいける気がしますが、やっていきましょう。さあ、回戦です。まずはここですね。このコブの要所をどう制圧するかですが、一旦取らせて裏から取り返すという手法でいきましょう。で、正幸は当然ここに配備して、ちょっとね、様子を伺いましょう。なんて言ったってね、正幸はね、こちら表裏卑怯が強いですからね。で、馬場隊はこちらの要所を狙いましょう。あー、木下秀吉、裏切り者がここにいますね。いや、正幸はちょっと信春と武田の最強2人として動いてもらいましょうかね。いや、すごいな、騎馬レベル12が2人いますからね、左翼は。ただ3部隊相手にしなきゃいけないから、ちょっとなかなか厳しいんじゃないか。で、信玄が裏から回る部隊のサポートに回りましょう。いや、信玄ここに行くか。綱重が助政と一緒に裏に回りましょう。うん、これでいいでしょう。で、内藤さんがこちらの要衝と、三枝さんはこの二股のところまで行きましょう。軒口を一気に狙う勢力も出てくる、あの部隊も出てくるかもしれませんからね。ちょっとそこがどうなるかっていったところですね。いや、相手は全然騎馬レベルとか大したことないですね。鉄砲も騎馬レベルも大したことないですね。これだったら騎馬突撃、この2万7000の差ですね。2万7000の差をひっくり返すためにも騎馬突撃がたくさん出てほしいところでございますと。では進めていきましょう。お、いいよいいよ。早速ぶつかりそうですね。ん？あー、騎馬突撃出なかった。くそー、騎馬突撃出なかったか。よし、騎馬突撃出た。よし、1618。お、制圧。ん？ちょっと待て。一部隊撤退出したのはいいけど、正幸下がりましょう。ちょっとこれは引き込むのが手ですね。正幸下がってぐるっと回って決め、こちらの要所制圧しましょう。影虎が来てるな。これは厄介だ。助政コブの要所、いや、助政でここに一気に行きましょう。で、綱重で軒口を一気に狙っちゃいましょう。尾生正景でコブの要所で、信玄で、信玄で、うん、こちらの要所を狙いましょう。で、馬場隊で進軍しましょう。
よし、奇抜すぎてババタイ出た。よし、1452ダメージ。いいんじゃない？ババタイ下がりましょう。はい、コブの要所制圧。そしたらオブさんでここまで来ましょう。このコブの軒口を狙えるのはすごくでかいですよ。あー、ここ多分騎馬突撃当たって8000はいた宇佐美さんの部隊をかなり削りましたね。三枝さんはここまで引きましょう。アシナ隊が狙ってきてますね。これはでは進めていきましょう。加藤の部隊が、あー、そこに現れたか。一旦下がりましょう。いいよ。で、馬場隊下げて、正幸の部隊で要所を後ろから取りましょう。いいよいいよ。動かせ動かせ動かせ。いいですよいいですよ。ダメだなこれは。これはダメだ。戻ってきやがった。ここは一気に叩くしかない。大助政で叩きましょう。綱重隊で軒口狙いましょう。で、馬場隊はちょっと右翼が弱いので右翼向かわせましょう。いや、謙信がいるからここは馬場隊でも突撃をかけて信玄は下がりましょう。うん、綱重だな。綱重を右翼に回そう。正確にはここの要所を制圧しに行きましょう。では進めましょう。いいよいいよ。はい、木下秀吉撤退。ああ、越後の竜の効果か。よし、赤備えの効果で一気にここ強撃して一気に倒していきましょう。よし、これでよし、謙信に混乱だ。ああ、しまった、謙信じゃない。これはまずい。なんでこんな秀吉の部隊なんかに。よし、混乱が入った。これはいいですね。ただ内藤隊がかなり弱ってるので早く綱重行ってもらいたいとこですね。さて、それでそろそろ軍神の効果が溜まってるんじゃないかと思うんですよね。ちょっと馬場信春には悪いけれども、影虎の軍神を一度受けてもらって信玄と切り替わるっていう形でお願いしたいところでございますと。なんせ相手13000。いやー、表裏引きをぶち当てたかった。秀吉はこれで壊滅と。で、右翼から出てきましたね。ちょっと軍神が出るまでちょっと待ちましょうかね。軍神を食らうまでちょっと待ちましょう。はい、よいしょ、制圧。よし、撤退。あー、ただ一気にのっき、また出てきましたね。いいよ、綱重行ってくれ。いいよいいよ。敵の体力低下はでかいですね。内藤さんはちょっと避けましょう。死なんと戦えば生き、生きんと戦えば死す。今がその時ぞ。おお、さすが。そうだ、こちらですね、鬼見の
自部隊の戦法でのダメージと混乱を無効化。これは献身キラーですね。鬼ミロの効果で素晴らしい。そしたら信玄と正幸で影虎を倒しに行きましょう。強撃していきましょう。でこちらが千坂さんもこの2部隊の強撃でもうやば落ちますね。本当は軒口落としたいところですけどね。三枝さんもちょっと2部隊相手にはきつい戦いしてるな。では進めていきましょう。よーし、ナイスです。時期8万で、これはです、今ですぞ。風林火山、我が手で攻め潰してくれるわ。いよいよ行くぞ。馬場隊は下がりましょう。でこれで強撃入ったと。いいんじゃない、いくら剣心と言ったってこの二人の強撃は防ぎきれないでしょう。で右翼がやばいことになってる。ここやばいですね。三部隊に囲まれてる。内藤さんが体力回復したら三枝さんの助けに向かいましょう。あと馬場隊も向かわせましょう。あと一回ぐらい軍心ぶち当たると思うんだよな。そのために馬場信春をちょっと残しておきたい気もするんですよね。軍神キラーですからね。いやー、軍神を無効化できる馬場さんはちょっと残すか。そうだな、残すしかないな。いや、ここは賭けだ。右翼の方がやばいので右翼の助けに向かわせましょう。では進めていきましょう。でここのところ通った時にコブの要所の、はい、千坂さん撤退で、また出撃か。まあまた攻撃かけてるからいいけど。でいよいよこれで馬場さんの体力を回復させましょう。よし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 、分かってる。三枝さん、内藤さんに切り替えていきましょう。分かってる分かってる、三枝さんが辛い思いしてるの分かってるよ。よーし、強力強出た。これはいけるんじゃない。混乱防御低下撤退で、アナザーさん今度は。そしたら三枝さんは引きましょう。お、騎馬突撃が出た。1500のダメージ、いいですね。これはいけるな。このまんま剣心を。よし、荒沢さんも撤退で、今度また不破さん。ただもう舞台が弱いですね。オブマサカゲの赤備えもまだ出れないし、ここは一旦休ませましょう。よーし、剣心撤退。剣心をこのまま越後の竜の効果ですが、ちょっとここはね撤退させずに壊滅まで向かいましょう。で綱重が結構頑張ってるけど助けたい。三枝さんの体力回復したらちょっと北に向かわせましょうかね。でも1270しかないんだよな、兵力が。では進めていきましょう。ん?すり抜けていった。壊滅ですね。内藤さんで南に向かいましょう。ちょっと軒口を攻撃されそうだな、これじゃまずい。馬場さんも南に向かいましょう。軒口をやられるのはまずいぞ。一旦信玄たちは休みましょう。最悪軒口が壊されてもっていったところではあるけど、
やばいぞこれは。いけるか、すり抜けできない。綱重がやばい。よし、今度は三枝さん北に行ってくれ。これはやばいな、軒口落とされるな。これはやばいですね。時期8万もう一発出た。よし、体力回復できたの大きいよ。ただちょっと休ませたい。一旦下げましょう。さてそれでは正幸で、いや、この2部隊で強撃していきましょう。もう軒口落とせるはずだ。で正幸は怠慢勝負で、いや、右翼だな。右翼の助けに向かいましょう。信玄も右翼の助けに向かいましょう。これは軒口ちょっと落とされちゃうけど仕方ないですね。そしたら馬場隊は内藤隊一旦引かせましょう。内藤隊引けないか。引けた引けた。よし、武田の赤備え。相手の体力低下。はい、撤退。でこちらも2部隊によって軒口の攻撃を仕掛けると。よし、後部の要所を使っていきましょう。イロベさんが動いてきましたね。突撃できるかな。突撃発動できるといいんだが、あー、やっぱ軒口破壊されちゃいましたね。もう少しで勝ってたのに仕方ないですね。まあちょっとの辛抱です。もうこっちも軒口落とせますしね。鬼美濃と言ってもここの時には、よし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 、軒口破壊成功。で表裏卑怯か。いいよ。混乱を仕返しましたね。では馬場さん下げて内藤さん突撃させましょう。で綱重上げて三枝さん下げましょう。で信玄も向かわせましょう。軒口落とされてますからね。で小布虎正で、小布正影ですね。小布正影で軒口を狙って太田さん、太田さんで要所の守りに向かわせましょう。正幸もちょっと弱くなってしまったな。いいですね、混乱さらに不要。そうですね、軒口は狙えるんですよね。なのでおぶさんにの、あ、おぶさんに軟化してもらうか。宇佐美対応ね、これ以上。よし、撤退。あと一部隊撤退させれば勝てますね。内藤さん下げましょう。内藤さん逃げましょう。これ強撃食らっちゃうって。はい、壊滅。これにて優勢勝利です。いやー、兵力は不利でしたが、うーん、1万8000も減りましたね。途中でね、やっぱり右翼がきつかったな。ただ相手は15部隊ですからね、6万葬り去りましたからね。さてさて、これでどこまで威風が届く。おお、なかなかですね、さすが威風今日。いいんじゃないか。4つの城が加わりましたね。いかがだったでしょうか。いや、全くね、他のうまい方々、
アップロードしてるね。うまい方々に比べれば拙い戦闘をお見せしたことをお詫びいたします。しかしまあ相手ね、6万の兵力をねほふることができたので、今後の長尾家との戦いをこれにて有利に進めたいと思いますが、まあそうは言ってもね、4つの城をなんとか威風強で取ったとはいえ、まだね、濃尾のね、まあ勢力図で言えばね、長尾はしっかり地盤をまだ残してるので、今後の戦闘をまあ考えながら進めていかないといけないなと思っております。それでは今回はこれにて終了とさせていただきます。また次回お時間ございましたら、ぜひお付き合いをお願いいたします。